はい、始まりました。柏木 TV 第216回目でございます。よろしくお願いします。はい、柏木 TV とは大会に向けて仕上げていく過程やいろいろなゲームの深い視点を語っていく番組でございます。はい、本日メンバー、フード、ハイタニと私、ボンちゃんでお送りします。はい、フード選手、本日メニューをお願いします。さすがに今日はいろいろ、あ、じゃあその前にカルロから、さすがに一言あると。その前になんだ。あ、まあそうね。あ、いや、ちょっと肌声ですね。あ、でも全然体調悪くないです、うん。はい。一応今回オープンレックに変わって、うん、初配信ということで、ね、後ろに入ってみる。お、これ。そうなんすよ。来ましたね。てかね、お前てか俺の顔。あ、いいよ、初めて見たわ。ちょっと大きくなったじゃないですか。時の女が線増やしたじゃないですか。あれ。そこへしっかりしてるんじゃない。いや、てか俺、ちょっと悪意ないやあれ。なんか誇張表現すぎじゃないこれ。確かにこれ変わってるね。だけど、あれだよ、こんな感じだよ。こんな顔してる、こんな感じ。再現度は高い。再現度は高い。口とかさ、ちょっと俺、こんな感じ？こんな感じ。あ、まあまあいいや。じゃあ、こういうふうに、客観的に見るとこういうことってこと。オッケーオッケー。じゃあ、実写版もよく、一個ぐらい置いてあったらよかった。いや、確かに。比較画像みたいな。参考にした実写版みたいな。確かに、確かに。いや、まあまあ、まあ確かに。確かになんか目がちょっとあれですよ、黄色が入ってますね。それ多分みんな入ってんじゃないの。入ってないか。あれけどあんま変わってないですよ。変わった？あ、色が変わったのか。なんかカシャパッと。ああ、確かに確かに。そこら辺も忠実に。トゲトゲはなんかマスクしてすごい顔してる。なんかやらかした後の人だね。